食べるだけで運気上昇、2020年9月の開運フード。はい、開運フードシリーズ第3弾、はい、第3弾です、ね、窓開け花開、そして、はい、食べ物による、開運フード、はい、フード、はい、はい、毎月毎月ですね、その月これを食べると運が上がるぞというものがあると、はい、これをまあご紹介しているわけです。で、もちろん他の月に美味しくいただくのは何も問題ないんで、はい、今月に限り、毎月毎月ご紹介しているものは今月はそれを食べると普通にただ美味しいということ以外に運気上昇というプラスアルファもあるよということで発表してますから、はい、別に、他の月に食べちゃいけないとかね、そういう意味ではありませんので、はい、さてそれで9月のものなんですが、はい、これ占いでこう出しておりますので、はい、その月によって食材をこう指定したり、はい、あるいは本当に料理の名前そのものを指定したり、いろんなこうバリエーションがあります。で今月はですね、具体的にこれっていうものではなくって、はい、なんて言ったら形というか条件なんですけどね、はい、要は表面がカリッと硬くって中が柔らかいものであれば何でもいいよという形なんです。ああ、はいはいはい、はい、だから焼きまんじゅうみたいな形とかね、 あと、まあ、よくこうお肉の焼き方でも、はい、こう表面カリッとで中ジューシーに肉汁がとかあるじゃないですか、はいはいはい、だから調理法次第でどんな食材でもいけるかもしれませんし、はい、あともともとが餃子とかでもね、ね、はい、ありますよね、カリッとしてて中柔らかくてジューシーみたいな、外カリ中ふわ、そう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 、でそういうふうになっていればどんな食べ物でも結構ですので、はい、硬いものの中に柔らかいものが包まれているというのがポイントになります、はい、ですからかなり応用は広いと思います。そうですね、うん、なんか表面だけ凍らせてもみたいなことですかそうね、それいいかもしれない、ね、凍らせりゃ何でも OK かもしれない好きなものをね、表面だけ凍らせる、はい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 、はい、あー、ありか、硬くなってれば必ずしも揚げるというばっかりじゃ、焼く揚げるばっかりじゃないもんねそれは一応ありかもしれません調理方法として凍らせるって調理っていうのかな、それまあ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 、ですからバリエーションいろいろですのでね、はい、でもちろんあと主食じゃなくて例えばお菓子みたいなものでもそういうふうな条件の中がとろっとしたクリーム状のものが入っている、はいはいはい、まあカレーパンはそれに入るかどうか、あでもカリフンカリカリと中ね、はい、まあまあそういうふうにこう広げていただければ結構だと思います、はい、そして、まあ一月9月の間いつ食べてもいいラッキーフードなんですけれども、はい、特に効果の高い日が3日ほどあります。さらに3日ほどいい、はい、ね、でこれは、早めの方からいきますと、はい、まず13日、9月の、あ、ごめんなさい、嘘嘘、12日です、12日です、自分で書いた字を自分で間違えるこの老眼野郎、はい、12日です、12日、はい、12、そしてその次が9日後の21、21日、はい、そしてさらに9日後の30日と、30日、はい、この3日間、12、21、30、これが特に効果の高い日ですのでおすすめです、はいはい、時間帯も関係なく、その日の中であれば、そして逆にですね、この日はちょっと9月の中では例外的に、まあ、良くないとかむしろ避けた方がいいよっていう日が2日だけありまして、はい、まず早い方が14日、はい、そしてその次が23日となっております、はいはい、まあ、この日は食べるなっていうとなんか料理屋さんに営業妨害になるかもしれないけれどもまあまあまあ避けられるものなら他の日にいただきましょうということになっております。木野さん餃子好きですか？餃子好きですね、割と食べますね。なんか今年ほら毎年毎年餃子の消費量かなんか発表になってて、ね、宇都宮と浜松じゃない、はいはい、なんかあの辺がいつもね、はい、こう首位争いなのに、やります。今回宮崎でしたっけ？そうなんですか。なんかね、すごいダークホースが上がってきたみたいな状態で、1位になったんですか？そう、1位なんですよ。1位なんですか？売り上げというか消費量だと思うんだけれども、確か九州で宮崎じゃなかったかな、うん、なぜって非常に疑問だったんだけども、僕九州の人間ですけど宮崎がそんな食べてるって話も聞いたことなかったですよね。だから今年だけの記録かもしれませんけれども何がまあ私餃子大好きなんで、ああそうですね、もうね、こんな、開運フードじゃなくても毎日のように食べたいです。そうですね、はい、14と23だけ避けて避けてそこの日は毎日違うものを食べようはい、ということでございます。はいはい、皆さんこれで食べ物食べて、はい、開運をしてください。ということで、また明日。